こんにちは、サックスのすずまんです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回のビデオではサックスの基礎練習として、何をやっていくかということで、今回は、ロングトーンに、的をちょっと絞ってみようと思います。で、3段階に分けて、説明していきますね。で、1番目、ゆっくりやるという感じですね。で、2番目、好きなサックスの人を、イメージしてやりましょうという感じですね。で、3番目、アンブシュアとか、呼吸は特に注意を払いましょうという感じになります。で、まず1番目のゆっくりやるという感じなんですけど、例えば、そうですね、スピードをすごい落として、60ぐらいのテンポで、ゆっくりやるという感じですね。で、これを、サックス練習始める際に、10分から15分、やるといいかなという感じですね。で、2番目の好きなサックスの人を、イメージしましょうという感じなんですけど、例えば、アルトだったら、私はジョニー・ホッチスとか、結構好きなんですけど、ああいう、こうなんともこうセクシーな音で吹く人とかのイメージをイメージしながら、吹くという感じですね。で、例えばテナーだったら、そうですね、古い人だったら、ドン・バイアスとか、あとは、ベン・ウェブスターとかもすごいセクシーな音色で吹いてるから、こういった人たちの音色を頭に思い浮かべながら、ロングトーンをやるって感じですね。で、最後3番目、アンブシュアとか、呼吸とかは、特に注意を払いながら、やろうという感じなんですけど、特にこのロングトーンとかってやるときって、1個の音しか吹かないから、特にアンブシュアとか呼吸には注意を払える時間が十分にあるので、そこも気にしながら、だから結構いろんなことを考えながらやらなきゃいけないっていう感じですね。だから、ロングトーンって1個の音しか吹かないとはいえ、結構奥が深いっていう感じになります。で、今ここに、また簡易的なもので、ホワイトボードではないですけど、例を書いてますので、説明していこうと思いますね。で、上の、2段が、ソプラノ、テナーの、譜面になってますね。で、G って感じですね。で、ここに小さく、ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、運指を書いたんですけど、で、ここの、ラインの部分が、左手と右手の分かれ目って感じですね。だからここだと、1、2、3、これを押さえるっていう感じですね。で、ここから下は、もう何も押さえないっていう感じになります。で、オクターブキー、これが小さいんですけど、オクターブキーになってて、オクターブキーも押さないっていう感じですね。押してはいけないって感じですね。で、次、アルト、バリトン用に書いたんですけど、この D の時は、1、2、3、これは押すっていう感じですね。左手の1、2、3は押して、で、右手の1、2、3、のこの3本も押すっていう感じですね。そんな感じになります。で、あと説明しなければいけないのは、ここですね。これ P って書いてあるんで、ピアノなんで、小さく吹くって感じですね。今、ちょっと私、大きな音で吹ける環境にないんで、ピアノとかもピアニッシモぐらいでしか吹いてないんですけど、もしスタジオとか、行かれたり、カラオケとかで練習される際は、もちろん、なんですかね、フォルテとかフォルティッシモで吹いていただいてもいいっていう感じなんで、その辺は、そうですね、環境に応じて練習されるといいですね。今からちょっと吹いていきますね。今吹いたのはテンポ60だった、60ぐらいだったんですけど、実際もうちょっと遅くしてもいいかもしれないですね。で、ある程度これが慣れてきたら、もっと、なんですかね、長く吹けるように、例えばここを2小節にわたって行うとかっていうのもあるっていう感じですね。で、一応今ピアノっていうふうには書いたんですけど、私の出せる音としては、小さい音としては限界だったので、実際はもしかしたらピアニッシモに近かったかもしれないですね。
まあ、こんな感じで、ロングトーンを、まあ練習始める際に、やっていかれるといいかもしれないですね。でもう一回サックスの基礎練習として、まあ、ロングトーン、今回はロングトーンなんですけど言っておくと、まあ、1番目ゆっくりやりましょうという感じですね。で2番目、好きなサックスの、好きなサックスプレイヤーの、人をイメージしましょうという感じですね。で今いつも述べてるのはジャズのプレイヤーが多いんですけど、ジャズのプレイヤーじゃなくても構いません。例えばデビッド・サンボーンが好きだったらデビッド・サンボーンでもいいし、あとレゲエが好きだったら、あとコートニー・パインとかもいるんで、そういった人たちも参考にされてもいいかもしれないですね。あとはもちろんクラシック、もういいと思いますね、クラシックの人とかでもいいと思います。で最後3番目なんですけど、アンブッシュとか、まあ、呼吸には特に注意を払いましょうという感じになります。まあ、少しでも皆さんが基礎練習として、特に練習を始める前にやっていただきたいものの、一つにロングトーンがあるなんで、少しでも役立てていただければと思います。さよなら。最後までご覧いただいてありがとうございます。少しでもサックスの練習方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。